おい、金髪にして1ヶ月が経たれごわす。髪が切りたいでごわす。今回の企画は、美容院または床屋何軒通ったら坊主になるかというのを確かめるでごわす。いいの、坊主になるってことだよ。髪に抵抗ないでごわす。強お前ら。ってことは美容院に行って坊主にしてくださいとは言わないんだよね。お任せで切ってもらってってこと。まあ、そういうことでございますね。なるほどね。続いて3軒目、こちらカットハウス中山さんでございます。なんかカットハウス中山さんなんですけど、ここの看板にはヘアスタイルフェイバリットって書いてあって、よくわからない感じで、よくわからないでございますな。なんか後ろにもたくさん文字がつけてて、まあいろいろあったんですかね。いろいろあったでございますな。まあ早速ね、はい、もう行ってきてもいいでございますか。行ってきていただきましょう。行ってくるでございます。ご安心ください。3軒目が終わったところで、ミスさんが合流いたしました。遅くなりました。早速、一緒に見ていきましょう。はい。いやいやいや、お疲れ様です。お疲れでごわす。じゃあ行きますよ。3軒終わったところの髪の毛がこちら。あれ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 筋肉痛ダウト。この競技に参加している4名はそれぞれ腕、腹、足、そして全身のいずれかが重度の筋肉痛状態にある。参加者は自分のどの部位が筋肉痛なのかを他の参加者に見抜かれてはならない。なんか勝ち負けとかそういうルールはあんまり決まってないというか、競技として成立するかもわからない。誰か僕に腹筋をやらせてみろ。全てがわかるぞ。それじゃあ腹筋を始めてくれ。限界までやってくれよ。皆さんに相談があります。うちのリーダーお金に関してラフすぎないかな。いやまあそういう話なんですよ。すごいね、すごいすごいことになってるよね。お金適当に貸すし適当に借りるし、それは彼は全く覚えてないみたいな感じ。間違いない。というわけで疑問に思ったんだけど、彼の財布からお金盗んでも彼気づかないんじゃないかなっていう。1ヶ月間で徹夜の財布からいくら盗めるでしょうかってやつですね。あーあー、ね、記念すべき一発目やっていきましょう。いきますよ。めちゃめちゃかぶる。結構入ってるよ。入ってる。あ、めっちゃ入ってる。これはめっちゃ入ってますよ。じゃあ最初に3万円入れていきます。はい。じゃあこれはどっかに貯めておきましょう。はい。ということで今回ですね、見てわかる通り海に来てて、もう今から帰るとこなんですけど、近くのコンビニにその水着のまま行ったりとかするじゃないですか。それは一体海から何個目のコンビニまで許されるのかっていうのを今回検証してみたいと思います。ちょっとこのテンションでなんかわーって海から帰って、お腹すいたねってコンビニ入って、なんかちょっとそれはって言われちゃったら、え、なんで？あ、じゃあなんでワイパーってなったら困っちゃうんでね、うん、もう今のうちに僕らが検証しておきたいと思います。ディズニーランドみたいな、ディズニーランドの帰りみたいな、どこまでグッズをこう行けるかみたいな、そのちょっと恥ずかしい。こんばんは。僕が買ったのはですね、ということで僕が買ったのはですね、みんな大好き OL コレクションですね。はい、全然大丈夫だわ。普通な感じ。何買ってきた？いや全然なんか必要な必需品みたいな。見せて。何これ？これ OL コレクション。あー、そんなんだと思ったよ。高くね？普通にそれだと思った。いらねー。何冊あっても変わらない。デュエマでいいじゃん。皆さん、唐揚げというものを知ってるでしょうか。唐揚げというのは生肉を衣でカラッと揚げたものを唐揚げというんですけども、その生肉を衣でカラッと揚げたものをさらに衣でカラッと揚げたら、それは果たして唐揚げなのか、唐揚げの唐揚げは唐揚げなのか、唐揚げの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 唐揚げは唐揚げなのか、唐揚げじゃない、唐揚げなのか、今回ですね、これを検証していきたいと思います。はい、それではこちらの唐揚げの唐揚げを唐揚げにしていきましょう。哲也君、よろしくお願いします。この展開やっぱり夢と同じだ。でもこの後どうなるんだっけな。思い出せ思い出せ俺。じゃあそろそろ唐揚げいいんじゃない。何かすげえやばい気がする。あ、思い出したぞ。俺は今からザワ君に殺され、うわっ。
男ならもう逃げ隠れするのはやめようぜ。したことねえんだけどな。隠れんぼってあるじゃないですか。ダサいですよあれはもう。もう隠れて鬼をやり過ごすなんて女子供がやること。成人男性たる我々は逃げも隠れもしちゃいけないわけですよ。今回は隠れんぼならぬ隠れない陰謀をしてもらいます。おー、ダセー。いや、なかなか情報が出てこないですね。違う、困りました本当に。困っちゃったな。違いますよ。これからどうすればいいか。乾杯しちゃってるね。なんか、か。いや、いっか。お酒飲んじゃったし。すげえ、餃子が来た。うまそう。うまそうだな。笑顔になっちゃうね。美味しいもの前にするんで、やっぱり。めんどくせえな、明日がその疲れですね。そのうち来るかもしれないしね。確かに。帰ってきたら超ラッキー。帰ってきたら、じゃあここ座りねえよってね。理想なんだけど。まあまあ、一応食べてみてください。じゃあちょっと、特製肉餃子から。はい。あ、肉チャオズから。これ授業だね。ドッキリでよくあるんですけど、イヤホンをここにつけて遠隔操作されるみたいな、うん、あるね。別でねモニタリングして誰かが指示を出して言われたことやんなきゃいけないみたいな。あれってね、イヤホンが見えた瞬間に、あ、遠隔操作だ。それは思うよね。やられたことないんですけど思っちゃうと思うんですね。ってことはですよ、イヤホンをつけて暴れてしまえば俺じゃなくて俺に指示を出している架空の誰かのせいにできるんじゃないかって思ったんです。あ、もう第三者がいて、そう、俺になんかやらせるとかじゃなくて人に食われるとこ見せられて見せつけられてやばくない？なんでエアポッドつけてこれさっきからずっとついてたよ。そう、ずっとついてるお前応答してるだろう。誰かと応答してるだろう。いや、してないよ。してないって。してない、ほんとに切られたぞ。切られてない。プルーンって。いや、これは接続音だもん。あ、外すと、手ちゃこっち見て、手ちゃ、ん、手ちゃこっち見て。今からね、我々はこの人なら天才なんじゃないかという思う YouTuber にね、カブトムシを描いてくださいとだけお願いします、はい、メスが来た時に、クリアとなります。おぉもうこれだけの天才探しのためでお前いやことないよね。カンカカンカン、そんなやつ見たことない。絶対にオスを描くっていうカブトムシはそのでしかないんだよ、カブトムシ。いるかな。座るんかね。でかく描こうとしてない。これ背中の羽じゃない。なんか四次元ポケットみたいになった。ドラえもんみたい。あ、なんか角入らなくね。これ聞いたら言えよ。どうするこれ。結局からえ、これあるぞ、あるぞ。まあ、どうだよ。下半身でかすぎないっすか。ちょ、なんでお前角かかんへんやん。やばい、やばい、角ない、角ないかも。同時にできる。こちらのロブスター、どう見てもチョキですよね。チョキのロブスター出しながらじゃんけんをしようと言ったら相手は必ずグーを出してください。絶対出すだろ。絶対に出すはず。ネタ会議で意気投合したもんね。まあ、すげえじゃんって。俺はすごいでしょ、さすがに。だからこれ見せながら行くよ、じゃんけんしよう、じゃんけんしようって。最初はグー、じゃんけん、ポイってやれば、絶対にパー出せば勝てますっていうじゃんけんシステムを見出しました。これちょっとあんま分かんないね。なんで。はい、お待たせいたしました。今回簡単なね、はい、勝負なんですけど、気軽にじゃんけんをしましょう。はい、勝ったら嬉しい、負けたら悔しい。はい、そんだけ。なんだよ、絶対そんなわけないじゃん。ほんとほんとほんとにそんだけ。わかりました。うん、よし、じゃあいきますよ。はい、いくよ。最初はグー、じゃじゃーん、イエーイ、ポイ。は、イエーイ、勝ちました。ありがとうございます。でも、あなたが書いたその読書感想文、それも一つの作品なわけですよ。ってことは、そのあなたが書いた読書感想文を読んで読書感想文を書くこともできるのではないかということですよ。いろんな意味が可能です。そうですね。ってことは、その読書感想文を読んで書いた読書感想文を読んだ感想を文にしたら、それもね、作品として残るのではないかと。ややこしいですけどね。いや、ややこしいです。海と毒薬を読んで、を読んで、虫眼鏡が海と毒薬という作品について難しい文章で語っている。私からすれば海と虫と毒薬で彼は作品の主人公勝俣の楽な道への自分を正当化してしまう心の弱さについて考察していた。勝俣は眼鏡をかけているということもあり、共通点を感じた虫眼鏡は勝俣に感情移入をして しまいすぎた、そしてその結果愛してしまったのではないだろうかと僕は考えた。